アンフィグループの吉田です。今日もブリーチ網の縮毛矯正になるんですけど、今回の方は、エイジング毛、白髪染めですね。白髪染めをして繰り返していて、でその上でグラデーションのブリーチをしていてっていう形になります。なんで、3色今ちょっとこうできるような感じ。根元の部分から、中間部までは白髪染めをしていて、で中間から毛先までがブリーチになってます。基本的にブリーチ毛と、エイジング毛って結構ね相反するものというか、結構健康毛でこうブリーチする方って結構多くて、でそういう場合っていうのは基本的にダメージレベルっていうものに対して縮毛矯正をかけるっていう方法があるので、簡単ではないんですけど、比較的そんなにリスクがなく、リスクは、通常より少ない形になります。ただエイジング毛が入るとカラーの頻度っていうのが結構ねあからさまに増えちゃうんですよ。だから例えば、2週間に1回白髪染めをしているとか、もうほんと早い人だと1週間でセルフでやっているとか、あと圧倒的にセルフカラーっていうのが多いんですね。で、美容室でやるカラーとセルフカラーって何が違うかっていうと、一番はやっぱダメージレベルが違います。セルフカラーの場合っていうのは誰にでも染まるようにできているので、基本的に設定が健康でこう髪の毛が強くてっていう方がに設定がセルフカラーっていうのができているので、やっぱそこの部分っていうのが繰り返し頻度が高いとよりちょっとダメージになっていて、もしかしたらそうですね、ブリーチ1回2回のレベルでは対応できないぐらいちょっとこう負担がかかっているパターンも少なくないです。なので今回の場合は、そこのエイジング毛っていう部分の矯正と、あと毛先のブリーチっていうものの矯正を、同時にやっていきます。で一応そのブリーチ自体は、1回から2回でエイジング毛なんで、基本的にメニューとしてはジュエリーシステム×ルルトリートメント×縮毛矯正になるんですけど、少し、ちょっと薬剤を強くできないかなっていう今回はちょっと状態なので、できるだけボリュームをダウンっていうところに対して力を入れていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまずビフォーからですね。見てわかるように毛先の方にブリーチがされてます。でちょっとねブリーチの回数が違うっていうのと、あと段が入ってるんですよね。なので毛先の方が結構ひょろっとしていて、で、根元の方に向かってブリーチがないから結構厚みがある感じなので、今回狙うのはそのエイジング毛、黒い部分ですね。黒い部分をしっかりと癖を伸ばして、で毛先の方もしっかりもちろん伸ばすんですけど、あまりボリュームダウンしすぎない形にした方がなんていうんだろう、ひょろひょろしないので、そこのツヤ感っていうのを中間部から毛先に向かって馴染むようにちょっと施術をしていきたいと思います。はい、アフターですね。で先ほど言ったように根元の部分はしっかりと癖を伸ばしてボリュームダウンさせて、で中間部、毛先に向かってちょっと厚みを作る感じですね。ちょっとそれでももちろん段が入ってたりとか、ちょっとブリーチの回数が多くて切れ毛になってて透けてはいるんですけど、本当にこの上の部分と完全に合わせて毛先の方の癖を取ってしまうともっとひょろひょろしてしまうので、今回はちょっとそれをなじませてみました。で毛量自体は今これ取ってないんですけど、すいてないんですけど、かなりなじむぐらいの状態まで、縮毛矯正でボリュームダウンをしています。はい、いかがだったでしょうか。縮毛矯正って一概に言ったとしても癖を伸ばすっていうだけじゃないんですよね。例えばその今日みたいにエイジング毛だったりブリーチ毛の場所だったり、あと癖の強さ、あとそうですね髪の毛の量の多さだったり太さで全部変わっていくんですけど、それを均一にまっすぐにするっていうわけではなくて、あくまで扱いやすいっていうものを作るために縮毛矯正っていうのはするので、ツヤが出て扱いやすい髪を作るためにはちょっと癖残しだったり、あとその縮毛矯正の強さっていうのをコントロールしてやっていくっていうのが縮毛矯正のやり方というかになるので、そういう部分もちょっとお客様もしちょっとお悩みがある場合だったらご相談いただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。